全国納豆協同組合連合会は第1回納豆甲子園の決勝大会を8月8日東京服部栄養専門学校で開催しました。納豆甲子園は同じ高校に通う3人の生徒がチームを組み、納豆を使った創作料理のナンバーワンを競い合う大会で、開会式では全国納豆連野呂武宏会長が、納豆は日本の貴重な食文化、今日は高校生の若々しい感性で納豆を素晴らしい料理にしていただけるということで楽しみにしていますと挨拶し、特別審査委員長を務める服部栄養専門学校服部幸男校長も出場者にエールを送りました。初回開催となった今回のテーマはご当地納豆料理&オリジナル納豆スイーツ。地区予選を勝ち抜いた6校の計18人が地元食材を使った納豆料理と納豆を使った創造的なスイーツの2品を調理、メニューの独創性や味、調理技能などを競いました。プレゼンテーションは日本語と英語の両方で行うことが必須となっており、高校生にとっては日頃の学習の成果も試される大会となっています。出場した生徒たちは慣れない英語でのプレゼンテーションに戸惑いながらも真剣な眼差しで考案した納豆料理のアピールに挑戦しました。厳正な審査の結果、第1回納豆甲子園王者の座を射止めたのは、納豆をトマトやシソ、チーズと一緒に油揚げで包んで焼いたネバトローリ巻き巻き納豆 with 東京と、生地におからと納豆を使った大豆パワー全開ドーナツを考案した東京都立調布北高校の3名。全国納豆連野呂会長から賞状とトロフィーが手渡され、さらにおなじみネバール君から副賞としてアメリカ・カリフォルニア旅行がプレゼントされました。